どうも皆さんこんばんは、ANM です。今回は東京グールリインボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。新たジョーカーをまとった鈴谷十三が初登場。攻撃力を大幅に上昇し敵を一気に殲滅する。というわけで、全ユーザー待望の新たジョーカー十三がついにインボクフェスに登場します。早速スキルの方を見ていきましょう。スキル、効率よくいきますよ。レベル5、2ターンの間自身の防御力が 0.5 倍になり、2ターンの間自身の攻撃力が 2.5 倍になる。敵前衛攻撃力14倍のダメージを与え、武器耐久値をマイナス7する。14倍なんで、かなりのまたロマン砲キャラになるんでしょうか。属性は炎タイプ、5属性ですね。で、味方全体へのブレイクバーストダブル S マイナスを持っていて、アタックポイントは10なんで、まあもうちょっと欲しかったかなって感じですね。ただブレイクバースト、味方全体ダブル S マイナスはかなり強力です。で、今回の十三なんですけど、まあ、自身の防御力を半減させるっていう、まあ、ちょっと自傷っぽい、感じのスキル。まあ、新たジョーカーに、まあ、忠実な再現されてるようなスキルなんで、2周年カネキとか、ムツキとかなどの、誕生日ムツキね、サポートキャラと組ませるのは必須になってきそうです。今公開されている情報と実際に実装された時の性能は違っていますので、ここからさらに強くなるかもしれません。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。